泊港で開かれた日本海海上大相撲。海に浮かべられた土俵で繰り広げられる熱戦を見ようと多くの観客が訪れました。出場した力士は地元の小中学生や飛び入り参加を含めおよそ150人。バランスを崩しやすい土俵の上で思いがけない決まり手が続出し、行司を落とす禁じ手まで飛び出しました。みんなとやれたってことが嬉しいし、4年ぶりだったんでとても最高でした。めっちゃ揺れますね。でなんかその力加減でこういろいろしなきゃいけないから、Really cool. I couldn't experience this in America, so it's good to see it here. 海の上の名勝負に観客からは笑いと声援が送られました。